ウィリアム・ホガースによるハミルトン一家の肖像画。アン・ハミルトン教は第四代ハミルトン公爵ジェームズ・ハミルトンの息子。アンは一般的には女性の名前であり、アン・ハミルトン教の名前は名親のアン女王に由来する。第四代ハミルトン公爵ジェームズ・ハミルトンと二人目の妻エリザベス。1682年頃1744年2月13日、第五代。 ジェラード男爵ディグビー・ジェラードの娘の三男として、1709年10月12日に、ロンドンのセント・ジェームズ・スクエアで生まれ、11月13日に、洗礼を受けた。アン・女王初代マールバラ公爵ジョン・チャーチル、第三代、サンダーランド伯爵チャールズ・スペンサーが名親を務めた。アンという名前は、名親のアン・女王に由来する。 1731年4月4日に演イ員として、コールドストリームガーズに入隊。1733年5月に、軍務から辞任した。兄、ウィリアムの死去に伴い、1735年3月に、ラナークシャー選挙区で、補欠選挙が行われると、案は出馬したが、演説の第2代順団ジャクサー・ジェームズ・ハミルトンに、敗れた。 1748年12月25日にフランスで死去。1749年7月7日にピカデリーのセントジェームズ教会に埋葬された。二度結婚したとされるが、一度目の結婚については遺説がある。一度目の結婚相手とされる人物はメアリー・エドワーズだった。メアリーは1728年の父の死に伴い、多額の遺産を継承しており、 レスターシャー、ノーサンプトンシャー、ミドルセックス、エセックス、ハートフォードシャー、ケント、ロンドンに領地を有し、年収5万から6万ポンドに上る裕福な相続人になっていた。アントメアリーはフリート監獄で結婚したとされた。フリート監獄のチャペルでの記録はなく、オックスフォード英国人名辞典は二人が法的には結婚していなかったと判断し、 メアリー自身もハミルトン星を名乗らず、後に結婚を否認した。しかし、ジェントルマンズ・マガジンは1731年7月号で2人の結婚を報じ、メアリーは1731年7月8日に、レスターシャーにおける領地の一部を案に与え、文章院も1733年8月15日に、案及びその子女によるメアリーの文章の使用を許可した。 同1733年9月にはアンがエドワーズを生に加えた。また、ウィリアム・ホガースは1733年と1734年の二度に、渡ってが二人と、息子、ジェラード・アンの肖像画を描いている。オックスフォード英国人名事典の推測ではメアリーが、資産の管理権を夫に譲りたくなかったため、結婚しなかったと主張したという。いずれにしても、アンが、 浪費家だったため、二人はアンがメアリーの所有する株式の一部を着服したことで、破局を迎えた。二人は1734年5月22日に、権利証書に署名し、アンが株式をメアリーに返還したことで関係が完全に絶たれた。アンは1742年10月に、バースでアン・シャーロッタ、マリア・ポーエルと結婚、に名を設けた。この結婚が、 メアリーの存命中に行われ、重婚の疑いを持たれなかったことから、オックスフォード英国人名事典は、アンとメアリーが結婚しなかったと判断した。ありがとうございます。